始まりました。自慢チャンネル。さあ、ちょっとね、時間かかっております。今日もね、勝手に奈良人物お笑い芸人編紹介していきたい、自慢していきたいんですが、本来ならね、1週間でまた自慢するものを変えていこうと思ってるんですけど、なんかね、お笑い芸人はエピソードありすぎて時間が足りへん。本来なら予定してたのは、いてるんですよ、イラストライターの方とか漫画の脚本書いてる人とかいっぱいいいのいてはるんですけど、まあちょっとこれまたなんか次回なんとかやっていこうと思うんで、この1週間最終日、魂込めてお笑い芸人の方なんとかやっていこうと思います。時間の許す限りね。ではいきます。なら自慢チャンネル。さあ、もうここしかないからとっとといこうと思ってるんですが、笑い飯さん、もう皆さんご存知ですよね、ミスター M1 ですね。9年連続ずっと決勝に残ってる、これすごいんですよね。それだけでもすごいんですけど、まず衝撃的だったのが、最大1回目2回目、すいません、そこら辺ちょっとうろ覚えになってるんですけど、実は奈良の博物館をネタに入れてくれてるんです。奈良愛半端ないんですよ。あーパーっていう、もう伝説のネタ、もし見たことない人はなんとかたどり着いて見てください。動画めちゃくちゃいいんで、めちゃくちゃ面白い。そんなネタを書いてくれてるこの笑い飯さん、二人とも奈良の方なんです。片っぽは西田さんね、長髪の方の方なんですけども、ロン毛の方は奈良市の女子大に行ってはりました。そして短髪の方、哲夫さんはなんと桜井の方に住みながら、そしてすごい高学歴で、高校は奈良高校って言って、奈良で一番賢いとも言われる学校に行ってるんです。すごい二人が組んだんです。そんな笑いでした。で、プロフィールで言うと、もうちょっと言わせてください。M1 で100点で出たこと見たことあります？見逃してたら一回だけあるんですよ。これが、実は、笑い飯さんが出してる。しかも、誰が100点出したかわかります？この M1 を作った、島田紳助さんなんです。エグなんですか？しかもね、鳥人っていう、もう、ファンタジーを、まあ、あれもう、奈良県民しか出てこないのちゃうかな、すごい鳥と人が合体してるって、この境目のところのごちゃごちゃってなってるところも話してくれてる、めちゃくちゃおもろいネタなんですけど、それ考えついたんですね。すごいお二人。ただこのお二人のすごいところはそこだけじゃないんです。まあ、西田さんのエピソードをまず話すと、もう何を指しても面白い。もちろん皆さんの記憶の新しいところで言ったら、IPPON グランプリも出てはりましたよね。大喜利の天才、まあ、どんな返しでもできちゃう。エピソードトークも面白い。関西だけの番組の千原ジュニアさんがやってる座王っていうのは、もう言うたら圧倒的王者、西田さんに勝つのは難しいと言われるぐらい西田さんはめちゃくちゃ面白い。まあ、そんな彼のちょっと奈良のエピソード、まあ、僕が喋るのも何なんですか、ちょっと喋らせてもらうと、さっきの通り女子大に行ってあったんですよ。女子大、まあ、なんか嫌な事件って結構あるでしょ。言うたら痴漢が入ったんです。その痴漢何するかって言ったら、なんか体操服とか盗むじゃないですか。で、その痴漢が入って体操服盗まれた、しかも西田さんだけね。で、これやっぱ犯人のこれ教授っていうか、犯人が何を言ってたか、なんで盗んだんやって言われた時に、いや、女子大って書いてあるからちょっとムラムラしてもうてっつって、お前これ男の子のやでっていうエピソードをアメトークで話しました。めちゃくちゃ面白かった。アメトークかな、ごめんなさい、番組間違ってるかもしれないですけど、めちゃくちゃ面白い。女子大、これ犯人がね、嘘つきーって言って、学校に嘘つき呼ばわりしたぐらいのエピソードを持ってますし、いじめられてるっていう、なんかね、いじめられてるじゃないですね、いけてない芸人、アメトークのいけてない芸人だから、あんまり表立ってこれ出てないんですけど、中に中学校時代鎖に肩びらを着てたというエピソードもあります。そんな西田さん、ちょっと待って、時間なさすぎる。ちょっとほら、もう相方さん、
哲夫さんのことを言いたかったよ俺は。哲夫さんはね、奈良テレビでもね、今 MC してくれてはるんですよ。で、哲夫さんって奈良のイベントにもめっちゃ参加してくれてて、この前なんか哲夫さんとやる写経のイベントとかもやってあります。今年ね、あ、去年の頭がね、12月ね、去年の12月。もうそれぐらい哲夫さんは奈良愛が半端ないです。で、お寺がめちゃくちゃ詳しいんですよ。だから僕らのこのチャンネル見てる方で歴史好きじゃないですか。絶対哲夫さんハマります。そして歴史が好きじゃない方も、あの、歴史ってね、あと難しいなって思った時は哲夫さんのそれを見ていただければ、すごく、わかりやすく面白く入るんじゃないかなというお二人でございました。あー、時間足りひん。ちょっと中岡さんね、5分終わっちゃいました。中岡さんだけ、ワンエピソードで行かせてもらいます。なんと橿原の観光大使やってくれてますね。そしてお父さんが丸中技研っていう社長さんの息子さん。これ何がすごいかって言ったら、これね、発明家なんです。で、歯の矯正のワイヤーを発明した人、それの息子さん、すいません、足りません。そして、さんまさん、喋れません。またさんまさんの時は一週間ください。では、次回お会いしましょう。ゲーム喋られへんわ、これ。